バーンと閉めてもゆっくりですよ。バタバタしてるんですごいいいですよね。そうですか。これは絶対にお気に入りのポイントです。ゴールデンゾーンに、ゴールデンゾーンだ、ゴールデンゾーン、はい、に収納する、はい、こんにちは、インテリアの話の時間です。今日はですね、上野がご案内させていただくんですが、今日はですね、収納のプロをお呼びしてですね、後ろの背景にありますこの食器棚、いろいろこう散らかり、まあ、気味になりますよね。どういうふうにすればですね、収納がうまくできるのかっていうコツをですね、分かりやすくご紹介したいというふうに思います。それではですね、早速、私と一緒に今日ご紹介させていただく先生をお呼びしたいというふうに思います。整理収納サービスのパイオニア、インブルームの、お片付けコンシェルジュ、つぼっちこといつもさんです。はい、こんにちは。先生こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。今日はわざわざ来ていただきまして。でですね、こういうご時世ですので、後ろのこの食器棚を使ってですね、今日はその収納のコツをですね、はい、教えていただくんですけど、はい、YouTube でご自宅で撮ったりですね、リモートワークがあったり、いろんなこと映っちゃいますよね、はい、ただですね、どうしても食器棚周りというのはいっぱい煩雑になりますので、うん、その辺のコツを今日教えていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします、はい、お任せください。でまずですね、ちょっと私の方からいいですか。この後ろ、今日はこれを使ってご紹介いただくんですけど、これオーパスという食器なんですよね、はい、すっごく人気があるんですよ。でちょっとね、いくつかポイントがありますので、ちょっと人気の秘訣を、はい、まずですね、これまあ、お好きなようなこういう箱を組み合わせていただくユニットなんですね。ですからサイズがいろいろありましてですね、まずはですね、奥行きがですね、45センチと50センチ、2つあるんですね、はい、であとはですね、これがポイントなんですよね、20センチ単位で大きさが選べるんですよ。それいいですね。これがいいんですよ。作り付けの家具みたいになりますでしょ、はい、そうなんですよ。あとはですね、ここ先生触ってみてください。これ高級セラミック素材ですよ。いいですね。傷にも強いし、摩擦にも強いし、熱に強い。そうなんですよ。ということで、これはですね、高級セラミック素材を使っているということと、はい、あとね先生、水抜いてる、ここ、これモイスという素材が貼ってあるんですけど、よくね、ここは蒸気が出て、そうなんですよ、はい、湿気とかですね、匂いを吸収してくれるこの、うん、モイス、これを使ってます。はい、素晴らしい、はい、あとはですね、もうちょっとお話しいただくとですね、まあ、引き出し、じゃあ2番目開けちゃおうかな。すごいんですよ、軽くて。あ、ほら本当ですね。でね、フルにここまで開きますので、はい、まあ、先生いろいろこれからお話しいただくと思うんですけど、奥のものも取りやすい。あ、なかなかね、前まで出るの珍しいんですよ、ね、多分そうなんでしょうね。でこうやってバーンと閉めてもゆっくりですよ。ほら、いいでしょ。私バタバタしてるんですごいいいですよね。そうですか、はい、それとですね、あとはこういうユニットを選んでいただいたらという場合なんですけど、はい、これね、ライトがつくんですよ。え、なかなかね、見せる食器棚、飾れる食器棚ってないので、おしゃれですね、これ。おしゃれ。こういう風な、まあ、いわゆるユニットもご用意できてるんで、はい、まあ、人気の秘訣ということなんですね。素晴らしい、はい、素敵なキッチンですね。ありがとうございます。食器棚ですね。ということでですね、先生から見てちょっとこの食器棚なんかポイントをどうだとかっていうのがありましたら教えてください。わかりました、はい、プロのお片付けアドバイザーからちょっとお気に入りポイントを3つお伝えしてよろしいでしょうか。この商品の、はい、はい、ありがとうございます。まず1つ目なんですけども、はい、私一番気に入ったのが、はい、こちらのゴミ箱スペース。こちらね、なかなかゴミ箱スペースが確保されている食器棚ってないんですよ。あ、ないんだね、はい、あ、なるほど。なので私たちお片付けの現場に行くと、はい、こういうゴミ箱がないので、よくキッチンになんか S 字フックでレジ袋とかぶら下げちゃって、ね、せっかく素敵なキッチンと食器棚なのに、はいはい、もう台無しっていうことがありますので、皆さん選ぶときしっかりこのゴミ箱スペースある食器棚選んでいただきたいです、ね、こうやってたらかっこいいですもんね、閉まっちゃったら分かんないもんね。かっこいいです、もうお客さん来ても大丈夫ですよね、はいはい、うん、大丈夫大丈夫、全然平気。これは絶対にお気に入りのポイントです。これが1ですね、はい、1です、はい、分かりました、はい、次に2つ目のポイントなんですけども、はい、こちらの天井高まである収納つけれるんですよね。これそうですよ、つけれるんですよね、はいはい、上置きって言うんですけど、こうつけられる、はい、これも私たちお伺いすると、はい、この食器棚の上になんかカセットコンロとか、はい、なんか袋に入った寿司置きとか、あるある、ちょっとなんか恥ずかしいものがよく上にあって、はい、ほこりだらけになってしまってるなんてことあるんですね。でもこの収納があれば、はい、もうそういうような使用頻度が低いものもしっかり棚に入っていきますので、はい、すっきり見えますよね。全然もう何が入ってるか分かんないですよ。これ見たことなかったんです私。そうですか。初めてでこれいいって言ってお気に入りです。これありがとうございます。これが2つ目、はい、2つ目、はい、そして3つ目、はい、これ大塚家具さんも押してくださいって私お伝えしたんですけど、はい、この引き出し前が取れるんです。そうです、これが取れるんですよ。そう、ちょっとやってみてください。はい、分かりました、はい、ですね、この下のレバー簡単なんですけどね、はい、レバー2つ両方置きますとこれ取れるんですよ。わ、これ皆さん見たことありますか。私これびっくりして、結構こういうカトラリーの隙間って変なホコリとかゴミ入っちゃうんですよね。あ、うん、こういうところとかね入っちゃうんです、はいはいはい、でこれを取るのにもうこうやって付近にやらなきゃいけないんですけ ど、これ外れればこのように、ね、全部付近で、すごい清掃性いいなと思って。衛生的ってことだ。そうなんです、これはちょっと初めてです。意外と珍しいですね、うん、見たことないですね。なるほど、ありがとうございます。
ちょっと閉めちゃう。簡単なんです。これ、これも貼っちゃいます。本当だ、はい。はい。これすごくお気に入りポイントで。ありがとうございます。はい、これが3つ目のポイントということですね。はい、私片付けのプロが気に入っている3つのポイントを今ご紹介させていただきました。じゃあ早速なんですけど、先生じゃあ収納のコツを、はい、まあ、いくつあるのかちょっと私分かりませんけど、はい、それを分かりやすくじゃお願いできますか。上野さん、お片付けって得意ですか。全くしません。ネタフリになっちゃう。ないんですか。はい、全く。今日はちょっとコツを覚えていただきたいんですけども。ありがとうございます。まあ、実は5つのポイントがあるんですね、はいはい、でこの5つのポイントを押さえていただければ、はい、普段のお片付けもとっても快適になりますし、ストレスなくなりますので、ぜひこの5つのポイントを皆さんも覚えていただきたいと思います。はい、では、お願いします。はい、まず一つ目なんですけども、はい、ゾーニングという言葉が、ゾーニング、はいはい、分かります。ゾーニング知ってますよ、インテリア業界そうですよね、はい、失礼いたしました、はい、食器棚のゾーニングっていうのは、はい、実はこの家電を考えてゾーニングしていくんですね。家電を、家電、はい、食器棚の特徴、皆さん絶対ありますよね、こう炊飯器とか、うん、コーヒーメーカー、オーブンレンジ、はいはい、でこの電化製品に合わせて動作を考えて縦にこのようにゾーニングをしていくんです。縦にするの？そうなんです、はいはい、そうなんです。例えばこちらに炊飯器置き場ありますよね、はい、うん、じゃあお米を入れたいときは隣に実はここ米びつが、カメラさん寄れますかね、はい、うん、あるんですね。ありますね、はい、でここでお米を入れて炊飯器を持ってキッチン洗ってセットがもうここでできちゃうんですね。そしてご飯が炊けた後、ご飯装いますよ、ね、はい、装いますね。これいいですよね、これね、いいですね。これいいですね、気に入ってるんですけども、実はここにお茶碗が収納されているので一歩も動かずね、このようにできるんですね。 なので家電をどこに配置するかで収納のゾーニングが決まってくるんです。なるほど、はい、そうですよね先生ね、こっち側にお茶碗とか入れるんだったら何本も歩かなきゃないと、ね、もう忙しいですよね、うろうろしたって疲れちゃう、でその時埃も舞いますしね。おっしゃる通りです。 なのでこの家電を考えてゾーニングするっていうことがとっても大切なんですね。で次は2つ目なんですけども、はい、2つ目はゴールデンゾーンなんです。ゴールデンゾーン、ここ初めて聞いた。ゴールデンゾーン、整理収納の言葉なんてちょっとね聞き慣れないと思うんですけど、はいはいはい、実はゴールデンゾーンっていうのが目から腰の高さ、はあ、こちらがゴールデンゾーンっていうんですね。目から腰、はいはいはい、でこのゴールデンゾーンによく使うものを収納します、はい、うん、で食器棚でいうとこのゴールデンゾーンってどうしても天板になっちゃうので、うん、物を置いちゃうじゃないですか、はいはい、なのでゴールデンゾーンにより近いこの釣り戸棚であれば下の方、うん、引き出しでいうとこの上の引き出しですね、はい、どうでしょう、よく使うカトラリーとか、ね、サランラップとか使うものですよね、はい、よく使いますよね。なるほどね、そういったものをこのゴールデンゾーンに入れてあげる。そうなんです、実はこれサプリ。あ、なぜサプリも食器棚かっていうと、うん、だいたい食器棚の前ってキッチン、はい、お水で飲みますよね、はい、なのでこういう飲み薬って実は食器棚に収納して、こういうサプリとかね、こういう薬なんかも、まあ、こういうところに入れておくと、まあ、非常に使いやすいってことですね。そうなんです。他の次に使用頻度がっていうものはどこに入れるんですか。はい、2番目によく使うものは下になります、はい、ここ開けてもいいですか。はい、はい、開けてください、はい、あ、毎日使うもんじゃないもんね。そうなんです、そうなんです、ね、でもたまに使うもん、ね、使うんね、はい、でやっぱり私背が低いのであんまり使わないもん、やはり上になるんですね。はいはいはい、はい、なるほどね。ただもう一つ注意点があるんですけども、はいはいはい、あまり使わなくても、うん、重たいものはやっぱり上に入れると、あ、それ取れない、落ちると危ないですよね。なのでこのようにちょっと開けていただいて、あまり使わなくても、なるほど、ね、重たいものは下の方に入れてくださいね。地震の時危ないですからね。そうですね、はい、なるほど、あ、こういうコツがあるってことですね、はい、あ、よくわかりました。とっても、はい、3つ目はグルーピングっていうことです。グルーピング、はい、なんとなくイメージは分かりますなんとなく分かりますよね、はいはいはい、グルーピングとは、はい、種類別とか目的別に合わせてまとめることなんですね。なるほど、はい、じゃあちょっとこちらご覧いただきたいんですけども、はい、開けていただいてこのコーヒーっていうのを出していただいていいですか。これそれも出していいですか。はい、出してください、はいはい、中に何入ってますか。なんだろう、フィルター、はい、それからこれは、まあ、コーヒーの豆をひいたものですよね、はい、これは何ですか、何て言えばいいですか。これはコーヒー豆、ドリップのですよね。ドリップ、はいはいはい、実はこのようにコーヒーを飲むときにまとめてるんですよね、うん、こうしておくとコーヒー豆はここ、ドリッパーはここってしなくていい。あ、これがグルーピング。グルーピング、はい、こっちも見てもいいですか。見てください、見てください。これお茶って書いてます、お茶って書いてますね。
はい、あそうこれ面白くないですか。あ面白いおしゃれ紅茶とかねなんか何分とかっていろいろねありますもんね。っていうのでこういうのもひとまとめにしておくと誰でも家族が分かりやすい。あなるほどね。それがグルーピングでございます。どこに行ったかねそのなんか使わない人が見た時にどこにあるのか全然分かんないなんてね。2時間ぐらい探しちゃって、ね、2時間も探すんですかこういうのがグルーピングってことですね、はい、なのでここもちゃんとコーヒーとセットでマグカップとここもですねひとまとめになってますので使用別に合わせた大きなグルーピングにここもなりますね。なるほどよくわかりました。で、はいまあ、しょっちゅう使うゴールデンゾーンに、はい、っていうことですね。そうなんです。はいわかりました。ありがとうございます、はい、じゃあ先生ですねこれで3つ目が終わりましたけど今度4つ目4つ目、はいはい、4つ目は使いやすい収納グッズ。グッズグッズ、はい、やっぱり収納グッズ必要なんですね、はい、じゃあちょっとこちらの扉開けていただいていいですか。これで開けていいですか、はい、これねオスター君ですよ。あいいですね、はい、もう楽。もう一個開けてください、はいはい、ここにちょっとあのボックス入ってますよね、はいはい、このボックスタイム取っていただけますか。いいね、これでいいですか、はい、取ってじゃあパーティーグッズっていうのを取りましたよ。パーティーグッズ、はい、今日はちょっと中入ってないんですけど、はい、取り出しやすくなかった。取り出しやすいですよとってもこの横のねお重とかそのまま取ると取りづらいと思うんですけども、はいはいはい、このようにこれのことを言ってるんだ。そうですそうです。これ成果グッズって書いてある。成果グッズ、お菓子作りとかあんまり使わないけどもやっぱり置いときたいじゃないですか、うんうん、じゃあこういうものをまとめて置いとく。でこのグッズ下にしっかり取っ手があるんですね、うん、よくここまでしかないものとかだとね、ありますよね。ちょっと重たいのを入れるとこうぐじゅってやったりとか背が低いからちょっと届かない。なるほどなるほどここだとね引っかかるんですよ。あなるほど。あこういう風になってなくて上だけっていうのが結構あるんだ。そうですちょっとねあるんですけどそれよりやっぱ下まで取っ手がついてるものこちらをお選びください。なるほどね、はい、いいですよね。毎日のことだからやっぱり違うこういうのがねちょっとだけのストレスになりますよね。そうです。やっぱりねなかなかね取りづらくなっちゃうので背の高いところはこういう釣り戸棚ストッカーとかハンディストッカーこのような戸棚についてるのがいいと思います。はははははは、わかりました。もう一つ言っていいですか。あ、はいはい、こちらの、はい、ここパントリーみたいにいろんな食材を入れさせていただいてるんですが、はい、実はこれってよく上野さんあの書類とかで入れるボックスって。あ、そうですね、はい、机の上とかにねありますよ ね, ありますよね、はい、実は私たち整理収納アドバイザーはこういうふうに食品のものを入れたりするんですね。うん、でこれはこのように取っ手に丸いのがついて指で簡単に引き出すことができる。なるほどね、はい、あとそういうの探すとあるってことですね。そうなんです。もう簡単にね手軽に買えちゃいますし、もうさっきお伝えしたようにグルーピングごとに全部ボックスが入っているので在庫管理もしっかりできますね。お菓子あ、なるほどねあこれ素材とかもこれあの洗えたりする。そうなんです。プラスチック素材なんでちょっとねこぼれても簡単に洗えちゃうんですよ。なのでやっぱ直置きするんじゃなくてこのように収納グッズにしっかり分けるとこれで上野さんもあ缶詰食べたいのあったらすぐ分かるじゃないですか。缶詰とか分かる分かる。こういう便利グッズ使ってほしいですね。で意外とそういうキッチン専用なものじゃなくて、はい、こう視野を広げてみるといろいろ使いやすいものがある。そうです。これね書類入れるやつですよね。すごいすごいすごい。こういうグッズをうまく皆さん使っていただきたいです。ありがとうございます。5つ目、はい、片付けの仕上げは必ずラベリングをしてほしいんですね。うん、まあ、さっきからありましたよね。このようにやっぱりラベリングを書いておくことで分かんないですもんね。そうなんですよ。これがお片付けの仕上げ必ずやっていただきたいんですね。最初私もラベリングって必要なのかなと思ってたんですけど、はい、自分は分かるんですけどさっき上野さんおっしゃったように家族みんなが分からないと結局 ね1人だけがしんどくなっちゃうのでラベリングは必ずしましょうということです、うん、でこういう風に書いとけば中の容量が減ってっちゃうとあ少し追加しなきゃなんないなとかってすぐ分かりますもんね。そうなんです、ね、そうなんです。もうこれであお菓子もうなくなったなって、ね、買おうってうう、ね、なりますよね。それこそ作業台とかこうやって貼っといた方がいいよこれはその方が分かりやすいボタボタってやつですよね先生ですね今5つ非常に分かりやすくご説明いただいたんですけど最後箇条書きでじゃあ1つずつまとめていただいてもよろしいですか。分かりました、はいはい、1つ目、はい、ゾーニングを考えて収納する、はい、2つ目よく使うものはゴールデンゾーンに、ゴールデンゾーンだ、ゴールデンゾーン、はい、に収納する、はい、3つ目グルーピングを考える、はい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 、4つ目使いやすい収納グッズを活用する、5つ目仕上げにラベリングを忘れない。そうだ、
はい、この5つのポイントをしっかり押さえていただくだけで普段のお片付けがすごく快適になりますので、ありがとうございます、はい、この食器棚は、ね、販売させていただいてるんですけど、そこまでやっぱり踏み込んだですね、ご案内ができてないかなというふうに思いましたので、本当に勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。収納のプロにですね、しっかりサービスを受けたいなという方はですね、ぜひですね概要欄を参照してください。あとはですね、なんか先生今日お得な特典があるって聞いたんですけど。そうなんです、ちょっとご用意させていただきました、はいはい、今回の YouTube ご覧いただいた方、はい、大塚家具の YouTube を見たよっていただいたら、なんと 5% オフにさせていただきます。そうですか、このサービスの 5% ということですね、はい、お片付けサービスを。そうですか、はい、じゃあこちらの方もですね概要欄で細かくチェックをしていただきたいというふうに思います、はい、お待ちしております。ですね、今後もですね、有益な情報をですねしっかり配信していきたいと思います、ぜひあの動画を見ていただきましてですね、よかったなというふうに思われた方はですね、ぜひあの登録、チャンネルの登録と、それからグッドボタン、先生グッドボタンよろしくお願いしたいと思います。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。